までそこまでしなくていいです。あ、大丈夫ですか。年来るまで。すいません、よろしくお願いします。お願いします。お礼が言えない人って、うん、っダメですよね。どうしたの。お礼が言えない人って、うん、本当最低だと思うんですよ。確かにね、それはその通りですよ。まあ、ちょっと言い過ぎか分かんないですけど、うん、まあ、ちょっと人間のクズだと思うんですよね。もうそれぐらい言っていいと思う、うん、もうそれだけ感謝することとかお礼言うこと大事ですからね、うん、あのこのクズって、うん、あなたですからね。は俺。いや、この人本当お礼が言えない人間なんですよ。普段から皆さん言ってますよ。いや、そうやったら去年行ったさ、歯医者さん改めて俺ちゃんと言ったか。去年行った歯医者さん。そう。それ何なんですか。去年なんですけど、この人急に虫歯が悪化しても予約もせずなんか歯医者行ったらしいんですよ。あ、まあ、そういう時ありましたね。歯医者さんがすごい良かったのか、うん、ちゃんと治療してもらってなんか今も一切虫歯なくなんか生活できてるらしいんですよ、うん、そうですね。今はすごい健康な状態ですね。めちゃくちゃ治療してもらったんやったらさ、うん、改めて歯医者さんちゃんと俺しに行けよな。改めて行くとは違うよ。お前の場合行かない、行かんのやって。じゃあそもそも俺その時ありがとう言ってるから。一回口開けてもらっていい。まあまあいいよ、恥ずかしいよね。その量の銀歯さ、改めて俺言いに行かないからレベルないし。でも確かに俺虫歯ありますけどね、うん、まあでも大丈夫ですよ。いやだからな、改めて俺死に行かんのいかんのよ。じゃあその時言ってるから俺。じゃあお前ほんま歯医者の大変さが分かってないんやって。大変さ。そう、お前も大変さ何も。じゃあ分かる。あのな、お前銀歯一個詰めるってめちゃくちゃしんどい作業やし、めちゃくちゃ時間かかるんやって、うん、でお前みたいに奥歯全部詰めるってなったらさ、うん、もうオペ一回やっとんの医者やけど。それそうかもしれんけど、あ、ちょ仕事でやってくれとるわけ。いや仕事じゃなくて人助けしてくれたって考えろ。人助け。そう、人間ってさ歯一生使っていくもんなんやろ。あ、それそうやね。で人間って食べ物食べてやっと生きれる生き物なんやって、うん、そ食べる手段与えてくれたってことはもう命を守ってくれた、うん、お前ちょっと命の恩人やぞってことなんや。いやからそういう気持ちを持ってお金払ったんから別にいいやん。そんな怒るようなことか。いやこれ怒らないかんことなんやって。いいじゃん、お前もそういう出来事があったんだ。俺も歯医者さんすごい助けられたんやって。あ、そうなの。俺もさ、お前見て歯が痛くなって急遽歯医者さん行ったんやって、はいはい、で見てもらったらさ、うん、もうとんでもないことになっとると。もうすぐ抜かんかったらダメって状態になっとったんやって。あ、じゃあそんなとんでもないことになってるってことは、じゃあもう神経とかまで行っちゃってたと。いや、わかめ引っかかっただけなんやけど。全然大したことねえやん。そんなのよく言えたら。いや、そっから痛みがなくなって喋るので漫才もできるなんて、ほんと今あるのは歯医者さんのおかげなんやって。いや、もう歯医者さんのおかげ。おい。一発目のプレッシャー。一発目のプレッシャー。何も作るんやこんなネタ飛ばしたぞ。プレッシャーすごい。びっくりした。もういいね。2020年の俺運勢見たら48、48通りの。びっくりした。7万すまな。終わりでした。私ね、もういい、もういい。もう何も作る。マジでこれはさ、今年は西日照り照りだけです僕は。もうふざけんなな。俺のさ、学校先生とか見ようやってこの映像をさ、地元変えるやん今年な。あ、もうしょうがない、それは諦めよう。もうこの年諦めましょう。もういい、もういい、マジでいい。そう、もうほんと気分悪い。もう笑いながら言うぞ。お前開けろ、開けるやったら開けろ。お前開けてくれ。うるさい。お前ももう銀歯いっぱい詰めとけ。気分悪い、お前マジもう。うるさい。開けるやったら開けろ。皆さん、これで分かる。歯医者に行っていくら歯を詰めても相方との会話は噛み合わなかったみたいですね。どうも。ありがとうございました。